神戸市営地下鉄は神戸市交通局が運営する地下鉄である。1977年3月13日に開業した。路線は5路線を所有しているが、精神の別新線、精神線、山手線と北上線は、精神山手線、北上線として一体的に運行されているため、実質的には海岸線と合わせに系統である。 神戸市の西区、須磨区、長田区、兵庫区、中央区、北区の6区に路線を持つ。なお、各種条例での名称は神戸市高速鉄道となっている。1917年8月1日に神戸市電が開業し、神戸市内を網羅する路線もを有していたが、モータリゼーションの影響により1971年3月13日に廃止された。 神戸市営地下鉄は市電に代わる新たな市内交通手段として、また開発の進む精神、北上地域の住民の交通手段として建設が計画され、1977年3月13日に、精神線の妙谷駅から新長田駅間 5.7km で開業した。この開業日は、1971年の神戸市電、廃止日からちょうど6年後であった。 開業後も、東西へ向けて、路線の延伸が行われ、1987年3月18日には、精神、山手線の新神戸駅精神中央駅間 22.7km が全通した。1988年4月2日からは、北上急行電鉄の北上線新神戸駅、谷上駅間との相互直通運転を開始し、神戸市の市街地を通じて精神、 北上地域を直結する緑の U ラインが完成した。兵庫区、長田区南部のインナーシティの活性化を図るため、2001年7月7日に、海岸線の三のみ花時計前駅から新長田駅間の7 9トルが開業した。北上急行電鉄の北上線は2020年6月1日に、神戸市に譲渡され、市営地下鉄の北上線として、精神。 山手線と一体的な運行が開始された。なお、同区間は、神戸電鉄鉄道事業部北上営業所に委託され、運営されている。路線は精神、山手線の 22.7km、北上線 7.5km、海岸線 7.9km、総延長合計 38.1km を有する。各線とも期間はミリメートルの標準期。 河川電圧は直流線500ボルトであるが、海岸線はリニア地下鉄で精神、山手線及び北上線と規格が異なり、線路はつながっていない。当初は三宮から東進して原田までの延伸計画があったが、新神戸から北方の北上急行電鉄との相互、直通運転に変更された。西方においては、舞妓学園都市を人口、 約22万人の神戸市樽見区を縦断する形で結ぶ路線計画があった。正確には現在も検討中の路線になってはいるが、阪神・淡路大震災などによる神戸市の財政状況の悪化や沿線の人口減少、そして同区間の路線を運行している山陽バスの反対などにより計画はほぼ白紙の状態である。なお現在この区間を走る。 バス路線は、神戸市バスと山陽バスの共同運行である。また、精神中央駅から、神戸市西区新室町、岩岡町、過去群稲見町方面、押しべ谷駅、西明石駅への再々の延伸計画もあるが、これらも現在は、見直しが必要な路線として凍結している。さらに、海岸線は三宮、花戸京前駅から新神戸、もしくは八戸神戸を経て、長く、 東長区への延伸計画、阪急神戸本線と精神、山手線等、相互直通運転させる構想がある。他の市の地下鉄に設置されている、可動式ホーム柵の設置予定は長い間なかったが、2017年度に、三ノ宮駅に設置する方針が発表された。同時にホームドアなどに対応した車両を開発、投入し、精神、山手線の、 車両機械も合わせて行う。2018年3月3日より、三宮駅のホームドアが使用開始され、2020年3月14日からは、QR コードによる開閉連動を可能とした制御システムが導入されている。車両番号の書体以下の6形式がある。全車両が地元の川崎重工製造である。 市営地下鉄車両の特徴は緑と大色の座席である。関西の鉄道事業者では珍しく、開業以来すべての車両が全消灯を車体下部に搭載している。冷房装置は1977年の開業時より全車両に搭載された。伝送品は、精神、山手線が、日立製作所の制御装置に、東芝のモーター、海岸線が、 三菱電機の制御装置に日立のモーターと分けられている。精神、山手線海岸線最初に開業した精神、山手線の車両塗色は、かつての神戸市電の流れを組む緑の濃淡である。車両番号の角張った書体も、市電のそれが継承されている。海岸線の車両では、市電由来の車両番号の字体は採用されなかった。 車両番号の付け方は、東京メトロなどと同じように100の位で、連結位置を表すものだが、精神、山手線では下2桁は形式に関係なく、導入した順番に振られている。なお、7000系は導入当初は、北上急行電鉄が保有していたため、当時の親会社であった、阪急電鉄同様の不満方式となっている。2002年12月より、 女性専用車両が全線で設定された。土曜、休日も含めた毎日、終日の設定は日本初である。精神、山手線は谷上方向先頭から3両目の車両、海岸線は三宮方向一番先頭の車両に設けられている。ダイヤの乱れや三宮周辺でのイベント、ホットモットフィールド神戸でのプロ野球や、 ノエビアスタジアム神戸での J リーグ試合開催時などの混雑時には一時的に女性専用車両の設定が解除される。第二次世界大戦中の国家総動員法による放射線道路建築予定地を利用して地下鉄精神線が建設された。1985年の新神戸駅、学園都市駅間の開通を記念して地下鉄のシンボルマークとして U をデザイン化したマークが制定された。故障は、U ライン。U は、地下鉄の路線の線形が U の字を形作っていること、英語で、地下鉄を指す、アンダーグラウンドの U および1985年かきに、開催の神戸ユニバーシアードを記念した、ユニバーシアードの U が意図されている。神戸市交通局平成29年度決算による、大人普通料金。 2020年6月1日改定。神戸市の環境政策の一環として、市営地下鉄全線、神戸市バス全線で、エコファミリー制度が制定されている。適用日は土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始及び夏休みで、大人一人と同伴する、小学生以下が二人まで運賃無料となる。大人一人の支払いは現金、または、 ネイウーラインカード IC カード、定期券のいずれかで利用できる。利用時には、乗車駅の改札口で、窓口の駅員にエコファミリーですと申告し、無料となる小児用の乗車券を受け取る必要がある。バスの際は、校車の際に運転士に告げる必要がある。2003年10月から1年間の実験として行われ、2004年10月に実験が1年、延長され、 2005年10月に本格導入している。ありがとうございます。